市民の皆さん、こんにちは。市長の阿部博之です。もう2024年に向けてカウントダウンの時期となってきました。年末、そして年明けと何かと気ぜわしい今日この頃です。2023年は皆さんにとってどのような年でしたでしょうか。まずは多摩市のトピックスを紹介し、時系列的に振り返ってみましょう。1月には20歳を祝う会がパルテノン多摩で、多摩市消防団の出初め式が多摩中央公園で開かれました。15日にはケオプラザホテル多摩の32年の歴史に幕が下り、閉館セレモニーが行われ、多くの市民が駆けつけました。また市内各地でどんど焼き行事が4年ぶりに行われる光景が。2月には多摩センターレンガ坂で片押しアスファルト舗装への改修工事が行われました。3月の多摩市議会で旧統一教会が多摩市内に土地を購入したことが明らかとなり、緊張感が高まりました。また15日から市内公園など31箇所で多摩市シェアサイクルの実証実験がスタート。22日には恵泉女学園大学大学院が学生募集停止のお知らせが公表され、同大学とは地域、環境、平和など連携を深めていたことから市内外に衝撃が走りました。4月には聖蹟桜祭りはじめ、市内各地で桜祭りが開催されました。23日には多摩市議会議員選挙定員26が行われ、38人が立候補するという激戦に。30日には多摩テレビの開局30周年イベントが多摩センターで開催されました。5月にはガーデンシティ多摩センター子ども祭りが開催され、コロナ5類への移行直前でしたが、連日活況を呈しました。パルテノン多摩オープンスタジオで特別展牧野富太郎と多摩を開催。 NHK らんまん人気もあり、多くの来場者でにぎわいました。また中高生が大活躍の多摩市気候市民会議がスタートし、7月まで5回にわたって熱心な議論が行われ、145にも及ぶ市民提案としてまとまりました。6月にはボッチャ2023多摩カップが開催され、50チームがエントリー。障害のあるなしにかかわらず熱戦が繰り広げられました。また多摩セントラルパーク JV による多摩中央公園の改修工事がスタート。旧統一教会問題では各メディアが取り上げ、市長のニュース取材や教団への直接申し入れ、市民による署名運動などが取り上げられました。市内、多摩市内小学校の校外屋内プール活用がテレビ、新聞などで気候危機対策や教員の働き方改革の一環として取り上げられ、注目を集めました。7月には市の地域創造の拠点として多摩市立中央図書館がオープン。子どもたちが会話もできる図書館として紹介され、連日
多くの来館者でにぎわいました。多摩センターに都内最大級のクレーンゲーム専門店も開業。8月には青少協や自治会、子ども会などによる早朝ラジオ体操が久しぶりに復活した地域も。各地域で盆踊り大会も4年ぶりに開催。多摩市平和展は8月開催に変更となり、子ども被爆地派遣の成果報告会も平和展での開催となりました。また FC 多摩ジュニアユースが第38回日本クラブユースサッカー選手権アンダー15でいわゆるマッチクラブとして優勝を成し遂げました。新型コロナウイルス感染症の第9波の大波とインフルエンザ感染も拡大しました。9月には総合防災訓練の開催、各地域で秋祭り、神社の神輿渡御などが4年ぶりに開催。第24回長山フェスティバルでは、こちらも4年ぶりに野外ステージで音楽、ダンスなどが繰り広げられました。また、聖蹟未来フェスティバル2023ウィズカオフェスが一宮公園で開催され、打ち上げ花火が夜空に輝きました。ビッグモーター多摩店での街路樹腰問題が発覚というニュース。10月には多摩川河川敷に新たに設置された広場を中心に聖蹟川町事業がスタート。多摩中央公園内の大池前テラスとブックパークがオープン。11月にはハロウィン・イン・多摩センター2023が開催され、レンガ坂で4年ぶりの仮装パレードを挙行。サンリオピューロランドハローキティ50周年スペシャルイベントがスタート。ハローキティストリート&島次郎広場10周年記念イベントも開催されました。第33回映画祭多摩シネマフォーラムも開催され、監督俳優など豪華メンバーが勢ぞろい。12月には資源循環社会目指し、剥がして取ってすすいでポン、ペットボトルの分別の徹底がスタートしました。2日には東京ヴェルディ16年ぶりの劇的な J1 昇格決定を果たしました。多摩センターイルミネーションのセンターランドツリーが富士見町寄贈のもみの木から環境面などに配慮して人工構造物に衣装直しとなりました。また多摩市児童館公民館の50周年事業や多摩市国際交流センター30周年記念事業なども行われました。以上、いろいろあった2023年でした。あなたにとって2023年はどのような年でしたか？もうすぐクリスマスです。ウクライナ、そしてガザで依然として多くの人命が奪われています。特にガザでのまさにジェノサイドの様相を呈した戦火の拡大には衝撃です。即時で停戦をと強く申し上げます。なお、パルテノン多摩での特別展、牧野富太郎と多摩の冊子が10月30日に完成しました。
1冊800円です。ご希望の方はパルテノン多摩までお問い合わせください。次回は年明け2024年1月12日配信予定です。では良いお年を。